坂出市河津町折居公民館で5月2日、2015年から進めてきた折居太鼓台の入魂式が行われました。本来であれば、町内外の多くの人を招いて、長年かけて完成した太鼓台を披露するところですが、新型コロナの感染拡大で密になるのを防ぐため、地元自治会関係者のみが出席して行われました。この太鼓台を飾る金色に輝く16枚の幕を作ったのは、三州工房滝の川滝武さんです。川滝武さんは1964年生まれの56歳。8年前からだんじりの水引き幕や太鼓台の幕、掛け布団などの製作を本格的に始め、5年前に三州工房滝という工房を立ち上げました。川滝さんは32年前から各地の祭りを訪ね歩き、自分の目で見て学び、独学で幕の作り方を習得していきました。同じところ出てこないという、なかなか。大阪市内のだんじりの水引き幕の製作をこれまで4件行いました。祭り関係の幕作りの世界ではまだまだ駆け出しだった川滝さんですが、関係者との長い付き合いの中で紹介を受けながら仕事を請け負ってきました。まあ35年、40年ぐらいから、まあ、祭りが興味があって、まあ、全国祭りをいろんなものを見たりして、で、まあ、興味を持って、で、まあ、そこから刺繍の仕事をしたいかなという、でそう今があります。はい、いろんな祭りを見て、まあ、こういう作り方があるんだとか、であと彫刻とか、言ったら物語がよくバリエーションがあって、そこで、まあ、刺繍に置き換えたらいいなとかいうのを、まあ、思ったりして、うん、で、まあ、頭の中でもう全部蓄積、いろんなとこ行ってもこういう作り方、あ、これがいいなとか、あ、これが楽しくなるなとかいうのを、まあ、頭の中に蓄積とか、あと書いたり、いろんなメモしたり、写真で撮ったりしてますね。ご自身でいろいろ勉強してきたと。まあ勉強いうよりも、まあ自分で体験して、まあ、であと周りの人とか、あと、まあ、あの飛び込んで刺繍屋さんに行ってどういう作り方するんとか、あと彫り物屋さん行ってどういうふうな彫り方するんとか、あと彫金金物屋さん行ってどういう感じで、あの金物するんとかでも、まあ、見させてもらって、それを、まあ、刺繍に置き換えたらどうかなというのが、だから、まあ、あの今まである昔から伝承してる、あの刺繍もいいんですけど、まあ、そうでなしに今その昔の伝承を生かしながら今の時代に合ったあの刺繍をできたらかなと。だからよそに、まあ、過去にある分をそのまま、同じようにするのは簡単だと思うんですけど、でなしにやっぱり地域にあるオリジナル、もう世界どこを探してもここしかないいうのを作りたいと思います。そういう中で最近あの大きな仕事が初めてできたということですか、教えていただけますか。大きな仕事は5年前ですか、折居太鼓台さんから一式飾り物を依頼があって、それで手がけましたね。地域にあった、まあ、物語ですかね。であと、まあ言えば上幕とかなんは、まあ菅原道真の物語か
が上幕で、で後乱幕の方はもうあの地域にまあ言ったら春日さんがありの大宮さんがありので黒岩天満宮がありのいうのを入れて、まあ、地域のまあいいところを出してきたかと思うんですけど、神社とかあんなもやっぱりあの写真でまあ見るもあれやけども、やっぱり自分での目であの見て観察してそれを刺繍に置き換える、もうだからただあのこんなんがええんやでなしに、ほんまにここがあやっぱ この角度からの方がいいなとか、こっちからの方がいいなとかですね。だからやっぱりいろんなとこのを、まあ、風景とか何でもいろんなとこを見て自分の目で見たものを手がけていくいうやり方です。はい、お目がかりということですが、例えばどのようなところに特に苦労されたりとかありますか？幕の方はそんなにあの過去にもまあそんな感じでやってるからそんなにはあの気にもならなかったんですけど、やっぱりあの布団締めの締めの方の後ろのしまい方が全然わからなくて、そこでものすごく苦労しました。だからあの締めもよそにない作り方とか、やっぱ同じように作るんではやっぱりダメだから、まあ、オリジナル的にや、まあ、今回は制作しました。これからですね、どのようなこう仕事をしていきたいなと思われてますか？やっぱり、どこにもない図柄をで、刺繍をやっていきたいと思う。やっぱり、地域のオリジナルだから、よそにないものをあの地域の人にこう提供できたらいいかなと思う。これからですね、まあ、いろいろ時代は変わってくるかもわかりませんけど、はい、地域にとってはお祭りというのはどのようになっていくかなと思いますか？いやもう地域のお祭りというのはやっぱり縦社会だから、やっぱりそこのところね、まあ、上の、まあ、上、まあ、僕から言ったらまだ上の人と、まあ、であと下がいたら子どもたちとの交流の場と思いますね。でやっぱりあのいろんな地区あの見に行って、あの山手の奥とかあと島とか言ったらもう、まあ、過疎化があったり、こうあの子どもがいない島がもう危ないでもどうにか出してるところはあの子どもが帰ってきたりしてまだ続けてるんです。それが一時期もうやめたらもう廃絶になってますね。だからやっぱりお祭りいうのはやっぱりあのお酒飲んでわーわー言うんでもないし、まあ人間関係をあの磨くとこういうんですかね、こうそれとあとあの皆さんあのどういうんですか、動く美術館とか言われませんかね。ただ単にみんなわーっとお祭りお祭りだと言うてると思うんですけど、そこのところの幕の物語とか堀門とかを見て、あこういう物語がこんなにあるんだいうのを楽しむ一つの場と思うんですけど、コロナでやっぱりみんなあの祭りしたいと思うんですよ。だからまあほんまはね、組むんも人が寄って密になるし、それをいかにうまいことをしながら、まあ、あの活言なくてもいいしから、まあ、あの組み立てだけでもしてほしいかなというのがあるんですけどね。まあそういうのが出たら僕はあの取材行くかこう記録を取りに行くが行きますから、うん。自身の工房を立ち上げてだんじりの水引き幕や太鼓台の幕作りに取り組む川滝武さん、単に伝統を踏襲するだけでなく自分なりのアイデアを織り込みながらさらに研鑽に励みたいと今日も制作に挑んでいます。